皆さんこんにちは、目指すマニアでございます。おーい、はい、ということで今日はね、いつもの目指すとは違うんですけど、今日は目指すのタグのね、発想方法をお届けしていきたいなというふうに思います、うん、でね、まずね、発想にあたって使用するものなんですけど、ちょっと左から順番に見ていきますね。まずね、送るための封筒と、封筒の中に入れるね、タグを自ら守るね、ジッパー付きの袋、うん、と、これね、あの厚紙なんですけど、これをしないとね、タグが表面傷ついてしまうんで、これを入れといた方がね、いいんじゃないかなと思います。で、あとはね、あのタグを留めるマスキングテープとか、タグを入れるね、あのクリスタルパックとかをご用意しております。まあ、これだけあればね、もう完璧にできるんじゃないかなと思いますんで、早速ね、発送方法をね、お見せしていきたいなというふうに思います。はい。で、ね、まずね、クリスタルパック、まあ、これどっちでもいいんですけど、まあ、これに入れた方が、まあ、よりね、丁寧かなと思いますんで、ちょっとご用意しております。で、普段ね、まあ、僕はメダスタをやる時も、まあ、タグはね、一枚一枚傷つかないように、まあ、スーパースターとかスペシャルにはね、この袋を入れるようにしております。で、このタグをですね、まず守るためにね、この厚紙に、こういった感じですね、うん、こういった感じでこう挟み込む感じ、一回ちょっとやっていきますね。で、送り方としてはね、まず2枚送る場合なんですけど、まあ、このような感じ、あ、すいません、これ言い忘れたんですけどね、これ7センチと8センチでやっております。で、こんな感じで1枚タグを留めます。7センチ、8センチって分かりにくいんだ、これ。え、分かりやすいやろ。どちらの方が分かりやすい。タグ分かるやろ。まあ、こんな感じで。で、上からマークを留めてもらって。そしたら、まあ、ぶれないんで。で、最終ね、ここを留めていただくんですけど。うん。で、こういう留めてる状態で、ここをこう。まあ、これちょっと練習なんですけどね。まあ、こんな感じでやってもらったら、まあ、綺麗にね、収納できるんで。で、さらにね、この袋に入れる、まあ、このクリスタルパックだけでやっぱ防水性に欠けるんで、まあ、これを袋に入れてもらうことで、で、7センチ ×8 センチなのでね、こうちょうど入るんで、このジッパー袋をね、使うんですけど、このジッパー袋もね、 A7 サイズっていうのを使ってもらったら、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思います。で、この A7 サイズやと、こうミニレターにもね、ちょうど入るんですよ。で、今回ね、重さがね、重要になってくるんですけど、こう入れた時の重さをちょっと測っていくんですけどね、これが 25g を超えるとミニレターじゃ送れないんですよ。お、これ送れへんやん。で、25g を超える場合は、あれ？あ、さ、この封筒軽いからな。で、25g やと、ちょうど84円切ってでいけるんですよ。で、26g 以上になると94円切ってなるんで、そこはね、ご注意いただきたいなと思います。で、タグの梱包はこれで OK なんで、で、あとはね、このように封筒に入れていただいて、あとは名前を書いて、もう送るだけということです。で、最後にね、厚みチェックなんですけど、厚みがね、一応この定型内の分でも1センチが基本となりますので、1センチのとこ通ればね、問題なく発送できますんで。で、これからね、もう目指すに飽きてね、タグを売られるとか、目指すやってたけど、タグが被ってしまったっていう方はね、まあ、このような形で、発送していただければいいんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。